レオンです。小学5年生です。今回のテーマ、ソーシャルイノベーション。これを見て僕はハッとソーシャルイノベーション、いや、ソーシャルディスタンスは聞いたことあるんですけど、ソーシャルイノベーションって何？で、調べてみると、これ社会的革新、社会問題に対する革新的な解決法のことなんだ。じゃあこの僕にとっての社会問題、つらい、きつい、やだ、なんとかしたいって思ってること、それは漢字ドリル。僕はこの漢字ドリル超嫌いなんです。もう同じ文字何回も繰り返して書いてもマジでつまんない。でも、まあ、日本で生きていく限り漢字を知らないとやばいって分かってるんです。でも嫌いなものは嫌いなんです。ところで皆さん、どうしてドリルっていうのかご存知ですか？ドリルって穴開ける工具のことですよね。なのになんで漢字ドリル？調べてみると、まさに反復学習という意味でした。でも僕反復が超嫌い。でも、もう僕が嫌いだろうが何だろうが、どっちにしろ学校では毎日漢字ドリルの宿題が出ます。そこで僕はそんな修行的苦痛から逃れるために、もういろんな言い訳を考えてみました。というわけで、言い訳その1 ますます今の時代、音声入力とか自動変換とかありますよね。これなら漢字の正確な書き方が分からなくても、意味とか読み方とかが分かれば調べられる。これ大人もめちゃめちゃ使っちゃってますよね。しかもこれから先の未来なんて、紙に直接書くことよりも電子機器に入力することの方が圧倒的に多くなる、そういう時代です。ということは、この漢字ドリルは今の時代に合ってない、もう古いっていうことですかね。と、こうして僕は漢字ドリルって言っても、考えれば考えるほどどんどんやる気をなくしていくのでありました。そんな僕を心配してくれて、お母さんはあの手この手を使って僕のやる気スイッチを押そうとしてくれました。うんこ漢字ドリルとか、漢字成り立ちブック、漢字検定のドリル、さらに漫画まで試してました。で、僕はこの世の中に僕のスイッチを押してくれるような教材はない。そこで僕は考えた、ないんだったら作っちゃおう。というわけで、プロジェクトカーン。このプロジェクトは、日本全国の小学生を漢字ドリルの修行的苦痛から解放するための挑戦であると僕は真面目に考えたんです。で、ミッションは、現在の漢字ドリルを分析する。今使っているドリルの構成は、漢字3本、読み方、部首、画数、書き順、反復練習20回。まあ、確かに漢字を習得するために必要な要素です。でも、これからの時代、もっと本当に必要なことが他にあるんじゃないかって思って考えてみました。それは、その漢字の意味を知ること、その漢字の熟語を知ること、そしてその熟語を自分の言葉で喋れるようになることって考えたとき、この3つ、そんなに重要じゃないんじゃないかなって思っちゃったので、もう外しちゃいます。はい、で、今僕の嫌いな反復練習も外しちゃったので、もうこれドリルっていうのおかしいですよね。新しく漢字ミッションに変えちゃいます。略して漢密。3密ではありません。じゃあ具体的にどうなのかというわけで、ミッション2、漢密のデザインを考える。僕いつも物を考えるとき、この計算活ノートというものを使っています。なんかこのノート使うとワクワクして、普通のノートの時にもアイデアがたくさん出ます。夢を叶えるノートです。で、この計分割ノートと漢密をアンしてみるとこうなります。で、実際に9マスを埋めてみよう。というわけで、まずは僕の名前にも使われている剣という文字で試してみました。するとこうなりました。で、この時の僕の様子がこれです。おー、もうこれ見てください。漢字でチーンとかなってた僕が、漢字辞典、国語辞典、四字熟語辞典、さらに言葉辞典まで開いて、自分で調べて考えて選んで作って、漢字ってすごい面白い、こんなに楽しく習得できる、本当に夢みたい。しかもなんか勝手に反復練習になっちゃってるし、さらに勝手に読み解く力とか、まとめる力もついちゃって、
んですこの漢字ミッションノート、これ書いてあるのは漢字一文字のみでも最強的に不親切です。でもすぐ全部一から自分で調べて作り上げていくような、そういう楽しさが味わえます。しかも自由度めっちゃ高い。なので100人が書けば100通りのオリジナルノート出来上がります。これやばくないですか？そこで僕改めて元々の漢字ドリルを見てみました。よく見るとこの漢字ドリル神でした。どこが神かというと、読み方、例文、意味、熟語、書き順、画数、さらに、ブシ。自分で調べる必要ゼロ。辞典なんていらない。しかも自分で書くのはここだけ。なんて便利なんでしょうか。神だわー。でも僕みたいなひどい小学生は、そんな紙みたいなやつ全部見ない見ない、4回書くだけでさようならーで学びゼロ。100人が書いたら100冊の同じドリルが出来上がります。これまとめてみると、漢字ドリルはすごく親切です。でもつらきつ、やだ、何の修行だとか思いながらやるので、もうほとんど頭に入らない。でも漢密の方はすごく不親切でもすっごい楽しくできるので、もっとやりたいっていうふうに思えて、自分から続けることもできます。今までの学校は僕たちに多くのものを与えすぎて、自分から学びたいっていう気持ち、そう、意欲を奪っていってしまったのではないでしょうか。まさに漢字ドリルがその象徴だと思います。僕らはもともと知りたい、学びたい、自分から進めて自分らしく学びたい、これってもともと楽しいことですよね。しかもこれこそが最近求められているアクティブラーニングってやつじゃないでしょうか。この漢字ミッションノートはそんなアクティブラーニングを解決するもの最強のツールになると思います。僕は今回このスタートアップジュニアワードにエントリーすることによって、僕の困りごとを解決するための漢字ミッションノートを開発しました。ここで僕の夢が生まれました。その夢はこの漢字を商品化して、小学生のみんなにこのその商品化された漢字ミッションノートを届けて、みんなが楽しく漢字について学べるようにすることです。これが僕の思う学びのソーシャルイノベーションです。発表を終わります。ありがとうございました。